松浦久志のセルフポートレート松浦久志は明治時代にアメリカ合衆国に渡って同地で写真家となった日本人である。松浦は1873年東京・向島に旧寄り木の子として生まれた。父母を早く亡くし、その後は親類の下で育てられた。15歳の時、牧師木村熊治によって 宣令を受け、27歳となった1901年に、単身でアメリカ合衆国に渡った。アメリカでは、ワシントン州やアラスカ州などで過ごした後、アメリカ北西部の田舎町、岡野岩に、写真館を構えた。岡野岩は、シアトルからさらに500キロメートル離れた、川を帰船で2日遡った渓谷にあったが、松浦はここを拠点に何千枚とも言われる写真を、 撮影した。撮影の対象は、白人のカウボーイやアメリカ先住民といった人物の、他、早々期の野球や自動車など多岐にわたるが、いずれも、写真技術に優れ、自然で上品な作風であると評される。品性とユーモアを合わせ持った松浦は、現地では親しみを込めて、フランク松浦と呼ばれていた。松浦は、 生涯一度も日本に戻ることなく、1913年、39歳で、隠しした。ABCDF 栗原達夫、素顔の、米国移した開拓者100年前の日本人邪神家、松浦久の足跡を追う、日本経済新聞平成23年11月10日、長官文化面。ありがとうございます。